K1 は、ウクライナの鉄道車両メーカーであるタトライゴールユークが、ウクライナ各地へ向けて展開している、路面電車車両である。タトラユークは、ウクライナの国営企業であるユージマッシュとチェコの、KD タトラの合資会社として設立された企業で、KD タトラ倒産後は有限責任会社として、路面電車の製造事業を展開している。設立当初は、 KD タトラのタトラ T6 バイト5の同型車両をウクライナ各地に向けて製造していたが2001年以降同社はこの車両をもとにした独自形式の展開を開始したこれが K1 であるループ線が存在する路線に適した型運転台のボギー車で連結運転にも対応している全溶接支持構造を用いた構成車体を有しており車体は 防食コーディングにより、対応年数の増加が図られている。車内には、クロスシートがあり、3箇所の乗降扉が存在する。右側には1列、左側には2列が設置されている。暖房は運転室と客室で独自に設置されており、暖房については、前車は空調装置、後車は側壁内に埋め込まれたヒーターによって行われる。電気機器は、 ウクライナ各地の企業で製造され、主電動機は、ハルキウのエレクトロデアズマッシュ製の直流電動機が、制御装置は、ザポリージャのザポリージャ電気機器工場製の電気紙、直波制御装置が用いられている。制動装置には回線ブレーキが用いられており、従来の車両と比べて、消費電力が40から50%削減される。これらを含め、 K1 の部品のうち90%以上は、ウクライナ製のものが使われている。2001年に試作車が製造された後、2004年以降、以下のウクライナの各都市へ向けて導入が行われている。K1M、ありがとうございます。